おはようございます。白縫です。保険続きやっていきまーす。22の選択だっけ？台忘れたわ。中学生だ。エリート街道まっしぐら。塾か。俺塾嫌いなんだよな。自宅学習できるだろ。いや。だからそうやって俺は道を誤ったから、ここは 通わせよ。第二の人生っていいな、なんか自分、ああ、親はそういう気持ちで子供育てんのかな。それで子供がグレるんだな。塾高っ !20 万え、でもそんなもんか。塾はそんなもんか。もっと高いのもあったりするのかな。部活何やってんだろう、歌ってるけど。何部だろう。ロックバンド部かな。今日は合唱コンクールです。あ、なるほどな。白縫くんはアルトのパート、声高いな。白縫はバスだね。あら、誰か倒れました。倒れたのは白縫くん。お前、歌関係ねえじゃねえ。どうした白縫い。これ怖すぎ。これ怖すぎ。壇上から落ちたようです。白縫くん貧血かな。そう、白縫くん背高いからね、貧血気味なんだよね。怪我か、それとも。ああ、保険入ってないんだよな。ああ無事だ、知らない。よかった。大丈夫か。丈夫に育ってるわね。もうそりゃそうよ、お前。何歳からスイミング行かせたと思ってんだよ。よかった。歌全く関係なくてビビった。3年はあっという間だな。早いな。中学生活も終わりです。あ、海外とかやめてくれよ、マジで。近場！近場！あ！おパパーくっそ、どこ行きよる飛行機使っちゃったよ。やめてよ。てか、パパ働いてんの所持金増えないんだけど。なんで子育て1000万で済ませようとしてんの？見積もり甘いから。有名学校の受験です。それはもちろん受けるよ。エリートだから。生命保険に当てはまらないのは、養老保険じゃないの？医療保険？医療保険かな？舌で味わうことができない味覚は、辛味？なんか急にむずくなった。遺伝子情報になっている DNA の正式名称は、ヘモグロビンは血のやつだろ。アドレナリンは、なんか元気のやつだろ。デオキシリボ核酸。サボテンのトゲは、心臓って、心臓トゲトゲすぎるだろ。何が？フランスパンに属さないパンは、イギリス。キリンの舌の長さ、長いって有名だよな。40メートルはないだろ。紹介すぎる。太陽にある表面温度よりも温度が低い。これは黒点だな。黒砂糖って。突っ込んでたらなんか疲れてくるな、これ。ビー玉の名前の由来は、ビードロ。サイコロ、出た目の裏、これは7だな。100ってなってどうなん、何次元なのかわかんない。野菜に分類されるものは簡単だな。難しいの、うちのせいか。ああ、そりゃそうだろ。最初だけちょっとわかんなかったわ。いや、もう順調すぎる。エリートだから全部これあれか、奨学金とかで言ってんのかな。塾毎月20万。あ、そりゃそうか。修学旅行30万も使ってどこ行ったんだろう。こう中高ってなんかさ、あるんじゃないの？なんか安くなんの。そんなん取られないよね。白縫くんは無事高校に進学しました。しゃあ。あー、やばい気がする。あこれさ、突然のパニックホラーやめてくんないから。飛んできたボールが当たったようです。これ無事じゃないやだ。無事！無事！
頼む知らぬい。ああ。もう屈強だな、知らぬい。これ人生の、ってか、途中途中、節目す、怖すぎない？なんか、祈るんだけど、毎回。なんか、すっごい切羽詰まるな。バイトしようかな。バイトしなくても大丈夫。また知らぬい急にどうしたしかも、ヘルメット日々言ってるけどさ、剛速球すぎない。そんなもん。そんなもん。エリートなんだからもっといいの買ってやれよ。怪我の具合は。わあ。余裕すぎる。もう無言だよ。無言でおったよ。ああ。危ないな、知らぬいの人生。もう高校生といえばな。あ、ギターデビューしてる。彼女できなかったな。お疲れって感じだな。ちょっとしみじみしたな。修学旅行ですよね。修学旅行の行き先は、もう30万かけた。あー来た！海外！やめろ！国内！国内！国内！やめろ！怪我しないけど、なんか、これいくら持って帰るんだろう。そんなでも、どうせ、マレーシアとかだろ？で、20万で済むよ。ああ、まあ、そんなもんだな。ああ、お金が減る一方だな。大学生になった。あ、進学校なんだ。なるほどな。憧れのキャンパスライフ来た。一人暮らしを始める決意。いやいや、実家にしようぜ。金ないから、実家にしようぜ。ゆきちさんだよ。仕送りはどうしようかな。何この選択肢、なんかやだな。仕送りしないってさ、無理でしょ。知らぬいなら大丈夫。いや、かわいそうだから仕送りしてあげよう。うん。え？自慢。サークル楽しい。お、いいね。何あ、そうか、水泳やってたからな。水泳サークルとかあるのかな。お、競泳のバタフライ。部活か。頑張ってるな。お、すげえ。来た。エリート街道来た。スポンサーもついてる。なぜか知らんけど。お、増えた。お、テストプレイ初の結果だ。次に進む。来たぞ。お前これ自分の金なんだな。生まれてから1000万託されてたな。なかなかな子育てだな。お前はこれで生きていくんだって。単位が心配とか言って早速なんだ。知らぬい君は就職活動を始めました。アドバンスクリエイトの会社説明会のようです。保険市場の人が働いているから、散々断った保険市場に君は行くんだ。お客様に最適、快適な購買環境で、簡単、便利に保険を購入いただくことを目的としているやたら説明チックだ。知らぬい君もこの会社が気に入ったようですね。保険会社か。なるほどな。入れるといいな。あれ、なんもないけど。え？お前、センスないな。お前、ゴルフでもやってんのか。学業も終了。お、最後に来た。仲間と海外旅行に行くことになりました。なんか嫌な予感すんな。ピンポーン。保険市場です。だいぶご無沙汰してます。そうだな。お前、顔全く変わらないけど大丈夫か。何者なんだ、お前。ちょっと怖くなって。あら、保険市場さんじゃない。ずいぶん久しぶりね。海外旅行、お前どこからさ、そういうの聞いてくんだよ。怖いな。まさかお前ずっと見てたんじゃないか、お前。怪我した時とかもずっと見てたんじゃないか、お前。大丈夫か。海外旅行保険のご案内に来ました。海外旅行保険とは、海外旅行時の様々なトラブルによる損害を保障する保険です。こういうのはカードとかが似ついたですよな。なるほど、なるほど。まあ、結構大事っていうよな。まあ、もう全然入ってもいいんだけど、まあ、せっかくだしな。なんかこう、今までそれでやってきたしな。え？なんと、
楽しいはずの海外旅行ですが、行き先で盗難にあったようです。さらに追い打ちをかけるように病気にかかってしまいました。追い打ちにかけてきたな。ここもの、この間3秒だからな、ちなみに。すごい費用がかかるのね。やっぱり保険に入っておくべきだったわ。え?これ事実で決まってるじゃん、これ。海外損失マイナス1000万。パパ何してんの?だから。ダバ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 。残念、生活資金がなくなってしまいました。次はもう少しお金の使い方を考えましょう。いや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 。お金の使い方一個も間違ってなかったじゃん、だって。間違ってんのパパでしょ、これ。なんで子供の資金最初から1000万で決め打ちしてさ、そのまま1000もくれないの。厳しすぎない?はい。いかがでしたでしょうか?子育て人生22の選択。いやー、人生いろいろだね。まあ、とりあえず海外旅行には行くのはやめましょうというところで、皆さんもぜひやってみてください。検索すれば出ますよ。ということで、知らぬいでした。